あれだな、 RPG の王様でもいそうな部屋だな。玉座ってやつ？王様が座る場所ってことね。また君たちはそんなのんきなことを。ここに恐ろしい女王がいるかもしれないんだぞ。いや、それよりミュウだ。ミュウ、どこだ？いるんだろ？あ、おいカイト、あんまり大声出して女王に見つかったら。なに？なんかうるさい。今の声、あの玉座にいるのって、もしかして…やっぱりか…え？もしかして女王様って、ミュウちゃんだったの？そうだったの？僕、全然気づかなかった…そこは他にいないでしょ。私もちょっとおかしいなとは思ってたかも。ええ、私もよ。女王様が女の子だって聞いた時から。うむ、この目で見るまで信じがたかったな。みんな気づいてたのか。当然、俺も最初から分かってたぜ。いや、ドラクモンは絶対気づいてなかっただろう。女王というやつがとんでもない化け物じゃなかったならそれでいい。ちょっと、何を勝手に入ってきて。ミュウ、よかった、無事だったんだな。よかった、本当によかった。うわー、うっざー。え？やだ、もうお兄ちゃんここまで追っかけてきたの？当然だ。さあ一緒に行こう。こんなところに一人でいても危険だ。一人じゃないし、みんないるし。みんなって。もしかしてあの小さい奴らのこと？そういえばあの子たちは女王様の配下だって言ってたけど。この連中、みんなうちの家来なんだよ。あ、シャコモンは別ね、うちのマブダチだし。家来、だからシャコモンは別だってば。ねえシャコモン。お兄さん、はじめまして。また新しい化け物。獣なんてひどい。シャコモンはうちの一番の理解者なんだよ。うんうん、そうだよね。お前がミュウをそそのかしたのか。シャコモンはそんなんじゃないって。うん、信じらんない。すぐこれだよ。喧嘩っ早いし乱暴だし、柄悪いし、うざいし、迷惑だし。いや、俺はその…大地さ、そんな知らない学校のよその連中と一緒になんていたくない。あ、僕らのこと？タクマたちは信用できる。悪い奴らじゃない。さあ、散々心配させやがって。おとなしく一緒に来るんだ。あまりわがまま言ってみんなを困らせるんじゃない。うわ、何よほら、もう偉そうに。お
兄ちゃんなんて大嫌い。ベーだ。ミユ、何があったんだろうな、この兄弟に。やれやれだぜ。カイトったらいつもカッコつけてるのに、妹の前じゃ肩なしじゃん。兄弟仲がどんな状態かなんて他人に分かることでもないよ。ねえ、どうするの？ミュちゃん素直についてきてくれなさそうだけど。僕もそれを考えてた。肝心のカイトはあんなだし。嫌い。お兄ちゃんなんて嫌いって。カイトのやつマジか。すげえ打撃受けてんのな。ミユ最強かも。だからってどうするのよ。あの子はまだ子供だ。やはりここは僕らが年上として叱るべきだろう。頭ごなしに言うの良くないんじゃない？ますます嫌がられると思うけど。それより何より気になるのはミユの危機感のなさだ。シャコモンたちがいるとはいえ、一人で怖くなかったなんてちょっとすごいわよね。ここは危ない世界なのよって教えてあげるべきじゃないかしら。それよりさ、物で釣った方が早くね。相手は子供なんだし。ハルやミユキだってお菓子とおもちゃがあるって言われたら喜ぶだろ。別に。それよりお姉ちゃんと遊ぶ方がいい。いい。そうだった。この二人はこういうやつだった。もうひそひそうるさいよ。早く出てってってば。サムナイト。おい、なんかわかんねえけど、あいつなんか企んでそうだぞ。たくまくん、どうしよう。僕たちと一緒に来れば美味しいご飯が食べられると思うよ。いらない。うちお菓子があればいいもん。美味しいお菓子があれば幸せだもん。お前そんなんじゃ栄養が偏っちまうぞ。はいはい、お兄ちゃんはすぐそうやってうるさく言うよね。あかんべーだ。そう言うなって。たまにはあったかいスープとか肉とか食べたくない？あったかいスープにお肉。そうそう、大した材料はないけどさ、葵さんが作るご飯はうまいんだぜ。私一生懸命作るわよ。それはちょっと気になるかも。できるだけお野菜も入れて栄養満点のご飯を用意できるように頑張るから。うち野菜嫌い。やっぱりお菓子がいい。そんな。この野菜嫌いめ。やっぱりお兄ちゃんとお兄ちゃんの友達なんてうざい。すっかり嫌われたみたいだぞ。これはまずいかも。ねえねえミュウ、それじゃあどうするの？どうするも何も、いつもいつもいつもお兄ちゃんはうちにかまってばっかりで、もううんざり。
うちは自由でいたいの。スイッチオン。え、ちょっとやめなよミュウ。お兄さんでしょ。そこまでしなくてもいいんじゃない。大丈夫、死ぬわけじゃないしさ。ミュウ、お前何をする気だ。ここからいなくなってもらうだけです。はい、ポチッとな。はあ、本当に押しちゃった。押したって何を。おい、うわっ、なんだ。お姉ちゃん、僕に捕まって。されたぞ。ここどこだ。みんな無事よね。みゆきちゃんとはるくんはここにいるよ。お姉ちゃんも一緒だよ。いるよ。よかった、無事だったのね。他のみんなも全員ちゃんといるみたいよ。っていうか、遊園地のお城になんでこんな仕掛けあるんだよ。こんなわけのわからない世界なら何でもありということなのか。あるいは誰かが何か改造をしててもおかしくはないかもしれないな。誰が、モンスターたちが。僕たちでもこんなすごいものを作れちゃうってこと？さあ、僕に聞かれてもお前たちみたいなやつのことなんてわかるわけないだろ。そうだよね。やれやれ。それにしてもとんでもねえおてんばだな、カイトの妹は。すまん、あいつがああなったのには訳があるんだが。どんな訳だ。昔ちょっと辛い目にあってな。だから俺はミウを何が何でも守ってやるって誓ったんだ。なのに。カイトとミウちゃんがなんか抱えてるのは分かったけど、だからって過保護すぎるのも逆効果だったんじゃないかしら。そうか、俺はただ心配なだけなんだけど。そういうのされる方は息苦しかったりするのにね。したの？ううん、なんでもないよ。とにかくさ、まずはこっからどうやって出るかを考えようぜ。黙ってここに留まっているわけにはいかないからな。それじゃあ、どこかに出口がないか、みんなで探そうか。わかった。またみんなで探索だな。
柱も鉄格子も壁もいろいろ調べたけど脱出の手がかりはなしか。まいった、お手上げだよ。こんな鉄格子ぶっ壊してやる。カイト君、何するつもり？おら！ちょっとやめなさいよ。大きい音、怖い。怖い。ハルとミユキが怖がってるじゃない。少し我慢しろ。カイト、やめなって。カイトの足がどうかなっちゃうよ。そもそも蹴りつけたくらいで頑丈な鉄格子が壊れるわけがないだろ。じゃあどうしろって言うんだ。ほっほー、これはまたおてんば姫にこっぴどくやられたようじゃの。てめえ誰だ。姿を見せてもらおうか。安心しなされ、わしは敵というわけではないのでの。あれ、すごいもじゃもじゃなのが出てきた。誰だお前は。まあまあ焦りなさんな、話は後じゃ。まずはどれ、お前さんたちを牢から出してやるでの。出口に向かう道はこっちじゃよ。なあ、このままついてって大丈夫なのかよ。実はこれも罠なんてことも。ん？わしが信用できんのかの？聞かれてた。お前たちみたいな化け物、そう簡単に信用できないのは当然だろう。修二さん、何もそんな言い方。そうだよ、少なくとも牢屋から出してくれたのは本当じゃない。連れて行かれる先にもっと凶悪な敵がいないとどうして生きれる。君たちは忘れたのか、昨日僕たちがどんな目に遭ったのか、アルケニモンにどんな風に騙されたのか。それは。無理についてこいとは言わんが、どうするんじゃ。